久々に、やっとできるというか、せがけになりました。今回はいつになく人が少なくてですね、来られる方が20人ぐらいですね。でお寺さんが16人ぐらい来るんですよね。どうかなとは思うんですけど、まあ、これからですね、だんだんまた盛り上げていけたらと思います。特にですね、最近思うのが、お年寄りがですね、皆さんそのお寺の関わりは全てお年寄りの仕事だと思われてるという方が多くてですね、できればこういう行事の時に参加していただいてですね、顔つなぎというか、そういうのも必要かなと。よくあるんですけど、亡くなった後ですね、おばあさんがずっとお寺のことをやってたと、自分は何をやっていいのかわからない、私は何をやったらいいんですかと、まあこういう方が結構多くなってきてですね、まあやっぱり今家族で一緒に暮らすこともないんでなかなか難しいんですけど、なんとなく、まあ、こういう機会にですね、こう呼んできていただいて一緒に参加していただけたらありがたいかなというふうに思います。で、まあ今日は岡大輔さんという方でですね、演歌なんですが、演歌っていうとですね、皆さんね、上演な世界みたいな、そういうイメージがあるかなと思うんですけど、本来の演歌っていうのはそういうものじゃないらしいですよ。というのは明治大正とかの、要するに政治家が演説する時の音楽、それが演歌なんだそうです。この方を知って私初めてそのことを知ったんですけど、まあそういうのもやっていただけるかなというふうに思うんですけど、まあ、そういう、こう演歌のルーツみたいな、歌から歌手活動もやりたいというのも他の歌もあるかもしれませんけど、まあ、そんなことをやっていただこうというふうに思います。また終わったらですね、まあ、2時から法要の方は始まります。またよろしくお願いします。10年くらいの3周年の歌が、お願いいたします。歌う心は風任せ、今も昔も海山越えて、笑う角には福来たる、カンカラソングで晴れやかに。はじめまして、カンカラ三線岡大輔です。よろしくお願いします。お背書きの前にですね、カンカラ演歌でお付き合いいただきたいと思うんですが、まあ、私はですね、こちら空き缶で作った楽器、はい、カンカラ三線という楽器でですね、今ご紹介していただいたように明治時代、大正時代の演歌などを歌ってます。で、まあ、普段ね、浅草の演芸場や、まあ、飲み屋さんを流して回ったりやってるんですが、まあ、今日ね、初めて聴いていただく方がね、多いと思いますので、まあ、1曲目はですね、もう自分が一番得意な歌、歌わせていただきます。昭和のですね、名曲でございます。私と二王子が同じ昭和のスターといえば、はい、ね、よかった、知ってる世代の方が多くてよかったです。はい、岡春夫さんのですね、もう名曲「憧れのハワイ航路」、にぎやかに歌わせていただきたいと思います。ハワイ航路でーす。あ、123、はい、パッ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 、あのアロハオへ、ああ憧
各部分で最後まで歌います。あとコナッツのあとがねずき夜のキャビンの夜のキャビンの小窓を照らす夢は叶うよ強く歌わせていただきました。いい歌ですよね、うん、でもねもうよく言われるんですよ。もうなんで君はそんなに若いのに岡春の歌なんか歌うんだって。実は岡春私のおじいさんなんです、あ嘘ですいやたまにね似てるって言われる時もあるんです。で前ですね大阪に行った時に岡春さんの後援会長の前で歌うことがあったんです。もうすごくねその会長さん喜んでくれたんですけど最後にニヤニヤ近づいてきて岡くん知ってるか岡春を本名佐々木って言うんだぞって言われました、ね、まあ岡春さんはね関係ないんですがこのカンカラ一本で歌っております。ちなみにですね今日この楽器を初めて見られる方どれくらいいらっしゃいますでしょうか。あ全員ですね、はい、ではまあ楽器の説明をですねちゃんとさせていただきますと、こちらは戦後に沖縄で生まれたカンカラ三線という楽器です。まあ、戦争中に沖縄の方たちが米軍の収容所に入れられてもう楽器も全てね奪われたとても辛い時代に沖縄の方たちはどんなに苦しい時も辛い時も歌が必要だ音楽が必要だと言ってまずこの木は米軍のベッドの木、はい、ベッドを壊してからくりとネック、そしてこちら配給用の缶詰の缶、ね、このサイズ 何の缶のサイズって言われるんですけどこれはねあの沖縄の業務用のスパムですね。あの豚の缶詰、の業務用のサイズ でそれをちょっとねもらってこれ穴開けて木を通してでこちら弦ですね。あ今使ってる弦はちゃんとした三振用の弦です。本物の弦でこれはあの有楽町の和下ショップで550円で買ってるんですが、まあ、当時はですねこの弦なんとパラシュートの紐を使ってたという沖縄の方たちの心の叫びの楽器です。ちなみにこの楽器ですねあの全部手作りで3000円で作りました。はいでまあ、このねカンカラ三線を弾いて歌ってこういう、ね、沖縄のシャツ着てるとどうしてもね僕が沖縄出身だと思われるんですよ、まあ、しかし岡大輔はですねもう見た目の通り東京生まれのシティーボーイでですね、まあ、沖縄は関係ないんですが、まあ、この楽器へのリスペクトがありますのでお次の歌はですね沖縄で大ヒットした歌謡曲「ジュークの春」歌わせていただきます。私があなたに惚れたのはちょうど塾の春でした。今さらありえんというならば元の色っぽいのでいきます。あなたにもらったハンカチのもみじ模様が気に入らぬ。なぜにもみじが気に入らぬ。もみじ色つきゃ秋が来る。いいですね。あたしとあなたは卵です。私白身で君を抱く。新種シナノのそばよりも。What's up?
あなたのそばがいい。まだまだありますよ。月は無情と言うけれど、あなたは月よりなお無情。月は夜来て朝帰る、あなたは夜来てすぐ帰る。もう一つ。キリンばかりがビールじゃない、朝日に札幌みなびる、それより僕が好きなのは何だと思いますか。パパパンパンパン、かわいいあの子の唇。十分のあれでした。いい歌ですね。もうこれこそがですね、本来の日本の歌だと思っております。でも今ね、テレビで流れてる音楽はみんなね、外国の音楽に影響されているものばかりで、もう若者たちはですね、日本の歌を忘れてしまってるんです。でもなぜ若者たちがそういう外国曲に走ってしまうか、これ考えたところ、日本の音楽教育が間違ってるんです。うなずいた人一人。まあ小学校の時思ったんですよ。小学校の時に、なんで日本の小学校なのに教室にピアノがあって三味線がないんですか。音楽室にはベートーベン、バッハ、ゴッホ、あ、ゴッホ絵描く人ですね。まあそういう教育ね、受けてたらそういうのかっこいいの分かるんです。でも僕にとって、あの AKB という字を見ると呆れたボーイズしかないんです。あ、よかった。ね、呆れたボーイズご存知でない方はですね、まあ戦後にね、あの流行ったボーイズ芸っていうね、あの川田晴久、坊谷三郎、柴田理恵、あともう一人だっけ、サザンカ Q ですね。それであの呆れたボーイズってね、あの歌謡漫談のグループでも、そのね、リーダーの川田晴久さんはですね、あの美空ひばりを見つけた人なんですよ。ね、そう、川田晴久さんがいなかったらもうアメリカにも行ってないしね、まあ、そういうね、あの、まあ、発掘した素晴らしい方なんですが、まあでもね、本当にこのね、楽器には感謝してまして、もともとですね、僕はあのギターでフォークソングを歌ってたんですよ。でもその時はですね、あのギブソンの J45 という30万円のギターで歌ってたんです。でもその30万のギターでね、まあ、10年ぐらい歌ってたんですが、まあその30万のギターで歌ってた時はもう全然生活できないで、アルバイトしながら頑張ってたんですが、なぜかその30万のギターからこの3000の楽器に変えたら、これだけで食えるようになったというね、最高のパートナーでございます。ありがとうございます。今お子様もいらっしゃいますけど、いくつですかね。2歳。あ、ね、僕も娘がいてですね、あの4月で2歳になった子で、うん、女の子、うん、でね、その子供もね、奥さんもね、これを缶から1本でね、あの育ててるんです。そう、養ってるんです。そうで、ちなみにね、あの僕の娘の名前は女の子だったんで、で先ほど岡春を歌ったじゃないですか。あのなんかちょっとね、あだ名を岡っぱるって呼びたいから岡春のにしたんです。もうでもね、あの子供の友達とか言っても誰もわからないですね。まあ前にですけど。そうで、まあその、まあ、この楽器でね、まあ、どういう仕事をしてるかというと、まあ、あ、どうだよ、皆さん落語好きですか。落語好き、ね、あ、もう発表があります。あの今年からですね、1月からですね、あの林家正蔵一門になりまして、うん、で今正蔵師匠の、まあ、弟子にしていただいて、それで今ね、あの寄席、落語協会のね、寄席もね、あの末広亭とか演芸ホールとか、うん、そこも出てるんで、まあ、もし機会あったらね、あの僕の名前を見た時だけ入っていただけたら、まあ、それです。ね、その時はそれじゃないって、落語の方。いや、あ、え、僕ね、落語じゃない、あ、これです、これ。で、であの落語、寄席って行かれたことありますかね。あ、寄席ってね、あの落語家以外に色物っていうのがあるんですよ。で、色物で有名な人ですと、あの漫談のねずっちですとか、あの漫才のナイツさん。で、あとはね、あの落語協会だと、まあそんな有名ではないけど、あの大神楽って傘回しとか、で、あの三味線の音曲の人とかで、僕はもう勘から三線岡大輔で出てるんで、でもあのその寄席に出るにはですね、あの色物なんですけど、色物の人も落語家さんの一門に入らないと出れないんですよ、うん、でそれで、まあ、僕はあのそういう修行ってね、前座修行ってあるんですけど、
あの師匠たちにお茶出したり、あの着物を畳んだり、まあ、そういうのはカットされたんですけど、でも、まあ、礼儀正しくね、やってその舞台立たせていただくっていうね、まあ、今頑張っておりますんで、ありがとうございます。ただ、自分の話をしてるだけで演歌の話を全然しない、まあいいんですけどね、でもあとはね、もう流し、その飲み屋さんを流しで回ってまして、もうその時ね、これ便利な楽器なんですよ。これがですね、投げ銭入れなんですね。あ、今くださいって言ってるわけじゃないんで大丈夫です。ね、でも本当ね、この缶から一本で、今私がね、今一番力を入れてるのは演歌復興でございます。で、演歌の歴史がですね、まあ昭和から、昭和に入ってからね、拳の回す波の谷間に命の花を、まあこれが演歌になってるんですが、元祖演歌は違ったんです。元祖演歌は明治時代の自由民権運動から始まった演説の歌でございました。で、演歌の第一、あ、演歌はですね、明治時代の演歌って、もう楽器も何も使わなかったんですよ。ただ叫ぶように歌ったのが、まあ元祖演歌で、で、大正時代からバイオリン演歌っていうのが出てくるんですね。で、このバイオリン演歌が、あの、後に飲み屋さんのバイオリン流し、そしてギター流し。で、そのギター流し、昭和の初めの方ですかね、あの、ギター流しの中に船村徹さんとか、上原玄斗さんとかがいて、それで、あの、そういう作詞作曲家が、ね、歌うのも演歌になってしまった。でも本当元祖演歌はですね、もう大正時代に終わってるんです。その演歌師っていう人たちは、あの歌本っていうね、あの新聞みたいなやつを売って生計立てて、もう歌ではなく手技を売る、もうこれが演歌の始まりで、でその大正時代からレコードの時代になって、その演歌師の歌本が全く売れなくなって、まあ、それでもう演歌は消えていったんですが、でもそれね、あの令和の今でもですね、やっぱり演歌をね伴ていこうと思って、まあ、私はこの無伴奏じゃなくカンカラで歌ってます。その演歌の第一声は明治20年ダイナマイト節、こういう歌でございます。民権論者の涙の雨で磨き上げたる大和義も、国利民福増進して民力給与制、もしもならなきゃダイナマイトドンという歌でした。大丈夫です。今の歌知ってる人はもうみんな100歳以上なので、これをね、あの街頭で叫ぶように今のように歌って聴いてる人たちが、あれは演説でもあり歌でもあるから、演説の歌で演歌が演歌の語源なんです。演説の歌、はい。で、そのやはりその本来のね、元祖演歌はもう常にね、メッセージソングであり、もう政治風刺の歌でした。で、その明治時代の演歌で一番有名な歌、川上音次郎のおっぺけぺーでございます。権利幸福嫌いな人に自由とおば飲ましたい、あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺぽぽ。あ、ちなみにこれ2歳の娘も好きな歌です。あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺぽぽ。亭主の職業は知らないが、おつむは当世の即発で、言葉は開花の看護にて、みそかの断り亀抱いて、あ、踏み合いだ、およしなさい。何も知らずに知った顔、むやみに西洋を鼻にかけ、日本酒なんぞは飲まれない、ビールにブランデベルモット、腹にもなれない洋食を、やたらに食うのも負け惜しみ、内緒でそーっとヘドついて、真面目な顔してコーヒー飲む、あ、おかしいね、おかしいね、あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺっぽっぽ。だんだん現代に行ってみたいと思います。あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺっぽっぽ。利権の儲けで始まったオリンピックは失敗だ、感染爆発引き起こし、オリンピックは失敗だ、裏金問題ザクザク、あ、オリンピックは失敗だ、裏金問題収まらず、あ、オリンピックは失敗だ、スポーツ選手を利用して儲けた奴らを排除せよ、あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺぽぽ。アメリカの大統領が変わったくらいで、ケーキが出るなら枯れ木に花よ、あ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、おっぺけぺ、ぽぺぽぽ。米を食らって生きてるわ、アメリカさんの言いなりに、あ、憲法、原発、TPP、人のためより金のため、見ざる、聞かざる、言わざるで、熱くなってた面の皮、今こそ新しい判断で、どこまで経っても道半ば、
しらけたこの国いいことに一人でアンダーコントロール、あつ森積もった負の遺産、バトン隠して知らん顔、あ仕事を残してさようなら、あすがすがしい顔なぜできる、どうぞご無事であの世まで、あ三途の岸田でずっこけた、あおっぺけぺーおっぺけぺーおっぺけぺっぽぺっぽっぽ、俺も一つおまけだ日本ぽー、おっぺけぺーでした。演歌は一言づけと物言えぬ庶民の心を歌う。お次の演歌は明治演歌のスター添田あぜんぼう、ああわからない。発狂者すりに万引きかっぱらい、強盗窃盗詐欺取材、質感つる無理真珠、透明飛行や失業者、自殺や飢え死に凍え死に、女房殺しや親殺し、夫殺しや主殺し、目も当てられぬことばかり、むやみやたらにできるのが、なぜに開花か文明か、これ明治の歌ですよ。あわからないわからない、賢い人がなんぼでもある世の中にバカ者が、議員になるのがわからない、議員というのは名ばかりで、間抜けでふぬけで腰抜けで、いつも数だけ押し切って、強行採決茶番劇、選挙の時だけへこへこと、国民の声は届かない、いつもぼんやり椅子の番、人か人形かわからない、これ明治の歌ですよ。あわからないわからない、ウイルス対策わからない、ごてごて迷走とんちんかん、庶民や責任なすりつけ、人命よりも金儲け、自粛要請生殺し、いつも保証にゃ後ろ向き、煽りメディアも利用され、野望策謀謀の緊急事態はこの政治、任せる国民もわからない、我らのお国がわからない、ああわからないわからない、はい、ああわからないでした。明治43年のヒット曲でございます。ね、あの添田あぜんぼうという演歌者は名前聞いたことございますか？そう、あの有名な歌はいっぱいありまして、母のんきだねとか、真っ黒犬の毛、おや真っ黒犬の毛、てなこうたおっしゃいましたかね、まあ、これを作った演歌師なんですが、まあ、この方がですね、明治5年生まれ、で、あの、まあ、去年がですね、あの添田あぜんぼう生誕150年だったんですよ。でそれで、あの、まあ僕もね、全国にいろいろ新聞記者の人とか応援してもらって、あの、本とかね、CD 出したり、それで、いろいろね、取り上げてもらったんですけど、でもなかなか、あの、食いついてくれる町がなかったんですよ。でも、やはりその、添田あぜんぼうの出身地が神奈川県大磯。で、大磯はね、さすがもう飛びついてきて、もうぜひ、あの、大磯で、添田あぜんぼう150年記念の公演やってくれって言って、あのもう1時間も準備して行ったんです。でそれで、あのどこでやらせてくれるのかなと思ったら、なんか面白かったのが、あの吉田茂邸でやったんですよ。面白いですよね。あのでそれで総理大臣の家で総理大臣の悪口言うっていうね、そんなね面白い会があったんですが、 でも、まあ、今のねそういう、ああわからないおっぺけぺをね聞いていただくと分かるように、まあ、演歌はですね常に反体制の歌なんです。なので本物の演歌は絶対に NHK じゃ歌えないんです。だから今演歌歌手の人たちが紅白歌合戦に出たかったじゃないですか。しかし本物の演歌が紅白歌合戦に登場したら、紅白ではなくただの赤合戦になります。まあ僕はそういう活動をしてるわけじゃないんですがね、このカンカラでねその演歌を伝えております。でそのやはり、まあ演歌師は
そういう、ね、政治的な、なんかもう、なんだ、まあ、政治批判、まあ、そういう歌だけでなく、あの庶民に寄り添った歌もとても多かったんです。まあ、そういうね、あの染み込む演歌も僕はまあ伝えていきたいなと思っておりまして、で、まあ、その一つがですね、あの、まあ、今年はですね、関東大震災からちょうど100年になるんですね。でその関東大震災の時にやはりそういう庶民に寄り添ったのがあの演歌詞の歌でありまして、でやはりそういうね、あのなんだ、まあ、東京中ね、もう焼け野原になったんだけど、そういうどういう状況かわからないっていうのをその演歌詞がいろいろ話を聞いて歌を作って、でそれで、まあ、あの近辺の人にあのもう演歌で、ね、届けたという歌でございます。まあ、もうタイトルがですね、ズバリ大震災の歌で、大震災の歌、はい、ちょうど100年前の歌でございます。時それ大正12年9月初めの正午時、突然起こる大地震、神の怒りか竜神の何に恐るるおののきか、大地揺るぎて家小町、瓦の崩れ落つる音、電柱裂けてものすごく、倒れし家のその中に、うめきの声や叫ぶ声、文化の都を一瞬に、修羅の巷と貸しに蹴り、悪魔のその火は凄まじく、干渉帝劇警視庁、三越白木松坂屋、水曜の街をなめてゆく、折しも1日雑踏の陥落後の浅草は、まず12階崩れ落ち、大劇場も活動も、頂上注ぐ秋の雨、変われそぞろを身にしめて、上野の山に来てみれば、大東京の影もなく、見渡す限り焼け野原、変わり果てたる様なるよ、感慨胸に迫りきて、あっと一言漏らすのみ、大震災の歌でした。こんな歌を伝えて励ましたのは演歌でございました。大正8年の東京節。ラーメちゃんたらぎちょんちょんで、パイのパイのパイ、パリコとバナナでフライフライフライ、東京の中枢は丸の内、日比谷公園両銀、いき仲間への手劇に、いいかめし館は警視庁、所管所ずらりばばさきもん、会場ビルディング東京駅、ポッポと出る汽車どこへ行く、ラーメちゃんたらぎちょんちょんで、パイのパイのパイ、
リコとバナナでフライフライフライ、演歌は風刺を忘れずに平和節、稼いでも稼いでも足りないに、物価はますます高くなる、物はタコでも子はできる、できたその子が栄養不良、嫌にしなびて青白く、顎がツンと出て目がくぼみ、だんだん過細く痩せてくる、日本米は高いから倍の倍の倍、外国米やうどん粉でひょろひょろり、さあ現代版でたらめ節、ウイルスやってきて大惨事、不自由は続くよどこまでも、白竹死海山黒文書、消して隠して書き換えて、言い訳へりくつも嫌だ、記録も記憶もない人にゃ、でたらめ節がお似合いだ、あしすげんちゃんも暴言ちゃんもつらいのつらいのつらい、首相官邸忘年会で倍の倍の倍、ラーメちゃんたらぎちょんちょんで倍の倍の倍、バリコとバナナでフライフライフライ、大正8年東京節でした。ちゃんと現代にも入れていきますよ。ね、まあ、そういうね、まあ、こういう歌がね、演歌ですというのをもう今後もね、カンカラ一本ね、全国に届けてまいります。でもね、やはりこういうね、テレビでも歌えないような歌ばっかり歌って、お前はどうなりたいんだってね、よく言われるんです。でもね、それもたった一つ決めてまして、もう現役で100歳までカンカラ一本、演歌を全国で歌うことです。うん、100歳まで。あ、ありがとうございます。でまあそれで100歳まで歌ったら自然とね、もう演歌を続けて継承してあなたは偉いとね、人間国宝から声がかかる。で人間国宝から声がかかった時に国に認められるほど落ちぶれちゃいないと断る。これが本物の演歌してございます。でもね、やはりギターでねフォークやってた時ね、一回ねメジャーデビューのチャンスもあったんですよ。でストリートライブ代々木公園でやってたんですけど、その時に安室もうね、もう20年経ったらもう時効だからいいんですけど、安室奈美恵さんのね事務所の社長にスカウトされて、それでいきなり3万円もらったんですよ。でそしたらまチラシ渡したら次の日そこの会社の方から社員さんから電話があって、なんか社長がえらく気に入ってるからオリジナル曲レコーディングさせてくれって言われて、でまあその時オリジナル曲50曲あったので、じゃあレコーディングお願いしますって六本木のスタジオで半年間レコーディングしたんです。でそれでまあその時そのライジングってとこなんですけど、そこから2人組でねデビューさせようっていう話がもう相方も決まってて、あこれデビューできるぞってもう期待に胸を膨らましてたら、その社長が脱税で捕まったんですよ。それで何もなくなった。ね、まあまあそんなのはいいんですけど、でもね本当カンカラでねもうこれ20年使って歌ってるんですけど、まあ、これのおかげでねいろんな有名な方ともお会いできて、でちなみにね飲み屋さんで近所の飲み屋さんで会った一番有名人は沢田研二さんです。そう、沢田研二さんと一緒に歌ったこともあって、あと吉祥寺のハーモニカ横丁だとは由美香織ね。まあそれはねプライベートで会ったんでお会いしたんですけど、お仕事はねやはり一番大きかったのは A 六輔さんと小沢昭一さんなんです。で小沢昭一さんがですね、もう演歌をね、僕の前にもう唯一継承されてた方なので、で、その小沢さんにこのサインいただいて、S 小沢って書いてあるんですけど、もうこれ宝物でですね。で、やはり小沢さんの気持ちも、もう思いもね、やっぱりこのカンカラに乗せて歌っていきたいという思いがありまして、で、今日ね、まあ、普段こういう回ですと、大体20分から30分なんです。でも今日はね、たっぷり45分いただいておりまして、で、まだですね、10分ほどありまして、で、こういうね、45分ぐらいいただいた時だけ、歌える歌があるんです。それが小沢昭一さんがもう一番好きな演歌でございます。これが先ほど言った添田あぜんぼうの作った「金金節」という歌があるんです。これ大正の終わりにもう添田あぜんぼうもうこの国はもう終わりだってもう投げ捨てるように歌った歌で、でこの「金金節」ちなみに全部歌うと5分かかるんです。全部で21番、うん、そうで今日はねまあ、それ歌ってもう一曲ねちょっと歌謡曲で締めようと思うのでちょうどいいかなと思いますので歌わせていただいてよろしいでしょうか。小沢さんは歌詞を見ながら歌ってたんですが、僕は全部暗記してきました。では小沢さんの愛した添田あぜんぼう金金節でございます。お手拍子どうぞ。はい。金だ金金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 だ、金だ金だよこの世は金だ、
かんで星や星や星やの紺色目色リアレチマナコクマタカメ色一も二も金三四も金だ金だ金金金金金だ金だ金だよこの世は金だ神も仏も坊主も金だあ、これ大正時代大正時代の歌ですからね神も仏も坊主も金だ坊主かわいいや生草坊主坊主頭にまた毛が生える生えるまた剃るまたすぐ生えるハゲて光るはつるつる坊主坊主抱いてみりゃめちゃめちゃにかわいいシリか頭か頭かシリかシリか頭か見当がつかぬ金だ金だよ医者法も金だ学者議員も政治も金だ金だ切符だ賞与も金だ金だコミッションも賄賂も金だ夫婦親子の仲咲く金だ金だ金だと汽笛が鳴れば金も鳴る鳴るガンガン響く金だ金だよ時間が金だ朝の5時から弁当箱下げて寝ぼけ真ん中で金だよ金だ金だ工場だ会社だ金だ女工男工職業婦人金だ金だと電車も走る自動車自転車人力馬力靴にわらじに袴にハッピー服は紳士サラリーマンの若い顔やらけのない顔よ神経衰弱栄養不良だらけた顔して金だよ金だ金だ金だよ身売りも金だカゴで行くのはオカルでござるこれで半分です頑張るぞはい帰る親父は山崎街道与一弁の命と定九郎の命三平の命よ三つの命命に絡まる財布の紐よ小春治平よ梅川中米大きな暗いのに白穂が見えるあれは金の国みかんも金よ度胸と偉い文左衛門だ江戸の大火で棒織を締めた元祖買い占め棒織の本家雪の吉原大門打って参った小判も金だよ金だお宮勘一金色夜叉も安田善次郎も鈴弁も金だ金だ教育学校が金だ大学中学小学小学語学哲学文学倫理理学経済学愛国の歴史地理に音楽幾何学ダイス古希に終身おとぎに神話こちこちに固くなった頭へ詰める金だ金だとむやみに決める金だ金だよ金金金だそうだ金だよあらゆるものが動く働く舞う飛ぶ走るベルがペン先がそろばん玉が足が頭が目が手が口が人が機械か機械が人かめったやたらにえる天気が回る金だ金だとみんなって回るじじに朝日に満潮によく都読売り勇敢放置捨て子駆け落ち詐欺人殺し自殺心中空き巣に引っ付け泥棒にぽんぼケチンボ乱暴貧乏ベランボ辛抱は金だ金だ元から末まで金だ金だ金だよこの世は金だ金だ金金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 金だ金金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 金だ金金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 まあね今日ね初めて来る場所はねいつもどうなることかって思うんですがねもうとても温かく迎えてくださいまして今日ね皆様にね愛を感じましたので最後の一曲はですね演歌ではありません、
私の世界で一番好きなラブソングの歌謡曲を歌わせていただきます。ぜひね、もう、まあ、もういいんじゃないかなで一緒にね、絶対知ってる歌なのでご一緒にお付き合いください。では最後、骨まで愛して。パパパパンパパンパンパパ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 ンパパ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 、生きてる限りはどこまでも探し続ける恋ねぐら、傷つき汚れた私でもご一緒に骨まで骨まで骨まで愛して欲しいのよ。パンパパンパパパパパンパパ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 ンパパ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 、何にもいらない欲しくないあなたがあれば幸せよ。私の願いはただ一つ、骨まで骨まで骨まで愛して欲しいのよ。お寺さんで歌うときは骨まで骨まで骨まで愛して欲しいのよ。ありがとうございます。パッパ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 パンパパ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 、これまで愛してでした。歌う心は風任せ、今も昔も海山越えてちょうど時間となりました。ありがとうございます。